徳島大学で開かれた科学体験イベント、ひらめきときめきサイエンス。最先端の科学に触れることで、その楽しさや不思議を子どもたちに体感してもらおうと企画されました。今回は中学生24名が参加。光科学を研究する山口先生から、肉眼では見ることができないほど小さなナノの世界について教わります。参加者はナノ粒子を合成する実験で、薬品の配合によって色が変わることを確認します。また、ガラス板を使ったステンドグラスの作成では、顕微鏡で粒子を観察しました。ナノの世界について知りたくてこの講座を受けたので、講座を聞くと面白かったし楽しかったので学べてよかったと思います。ナノのこととか、ナノが何なのかとか、色がどのように見えているのかが、深く知れてとても面白かったです。最新の研究が行われる大学施設で1日を過ごした中学生の皆さん、好奇心が刺激される学びの時間となったようです。